さあ今回はねカオスの最適解が欲しいなというところで第2武器でやっていこうと思うんですけど、さあカオスはね火力が、まあ、とにかく伸びるはずだというところで無謀、ジェネラリスト、処刑人、制御された混沌、これもとにかくダメージを狙っていこうと。下がったね、危ない。でとりあえず防御力はいらないかな。悩ましいですね。1から196ダメージ増やしましょう。あでカオストーテムこれまだ強いのかな、まあ、行きましょう。3個までマルチがあれば多分その時間内最大数が出るはず。で無謀なんでね、処刑人か、処刑人なんで何かしら付与していきたいというとこで、そうですね、まあ、今回ねサブ武器つけてないんで最初からちょっと火力面で劣ってるんですけど、どうしようか。でも血の渇望いっとくか。攻撃力は何かしら上がってくるはずなんで、どんどんだクロマティックだよね結局ね。これ入れちゃおう、まあ、これがねカオスそのものかって言うとそのものじゃないんですけど、まあ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 処刑人にまあ最も合うね今回の場合は。で発射が今強くなったんで発射カオス、発射カオス来たね。これ画面見づらくなるけど、まあいたいいかな。ダッシュ回数からの、まあこの辺つくだろうと。クリティカルダメージかな。さあいやめっちゃ今ついたね一気に。だボスとか出てこれば、まあ、全てつくはずなんでね、それで 5% ずつダメージが上がっていくと。それとマルチが欲しいですね。カオスボムか。効力、頻度。さあ、頻度、体力。まあ、無謀ついてるんで、体力も上げていきたい。何しても火力上がるだろうという点で、ね、素晴らしい。発射のマルチいいですね。マルチ欲しいね。マルチ大連鎖はちょっとね、つけれなかったんですけど、火力だけで言うとちょっとね、入らなかったと。まあでもダッシュつけてきたんでね、生き延びやすいはず。ここは混沌のみでいこう。弱体化で出血。あ、でも弱体化何かしらつくと思うんですけど、ダメージにしようかな。体力はまだまだちょっと低いね。もっと上げてから減らさないと。これ結構あれだな、やりづらいね。やっぱ全属性ビーム欲しいよね。デスクローとカオスボム、あ、でもどっちがいいんだろうな。発射、発射はどちらもないか。うん、じゃあそのままかな。あいねで、混沌すべての範囲はでかい。さあここはまあまあダメージにしよう。シーキングカオス、あいいね。さらにあれ、さあマルチ 150% あんまりパッとしないスキルではあるんだけど軸になれるかな。
いやまだ到底もあんのか、そういえば。ここはじゃあ弱体化出血いこう。まあ2回目なんでね、取っとかないと一生出るだろうと。さあカオストーテムが多分これ一向に上がんないだろうね。トントンでしか上がらなさそうなんで、発射カオス、カオスボルトがそうじゃないかな。さあまあ無差別攻撃でいい感じになってます。でこれはねマルチめっちゃ上がったやつの頻度上げて、マルチ頻度で勝っちゃおう。もうデスクローにしようか。さあトーテムは強いと思うんですけどね、ちょっとまあデスクローでさえないんですけど、一旦変えかなと。まあ、数がね3個しか置けないから増やさないとね何にもならないんで、その点で使いづらいかなと。でスクローダメージ、いや非マルチにしよう。でこのカオスのやつを使うには敵のど真ん中ぐらいにいて、おウェーブか、ウェーブいいね、ウェーブにしよう。敵のど真ん中で一旦ちょっととどまって出して逃げるみたいな。これが当たるたびになんかねマイナスがつくはずなんで、あぶねあぶね。よしよし、まあ、強い強い強い、いいよいいよ。戦場支配していく系のカオス、なかなかね試してないですけど、あとこの武器の一応特殊武器が範囲のカオスだったと思うんですけど、まあまあ出ないならいいかな。カオスウェーブがまあ代わりにやってくれるかなと。あ、来た、カオスボルト。いやこっちにしよう。発射今ほら2レベルから5レベルになってるんで、レベル上はいいと。ようやく発射が活かせそうです。次の問題点はあと体力くらいじゃないかな。これめちゃくちゃ漂ってるよね俺ね。何秒だ、 2.5 秒か。でシュキングカオスは 0.2 秒、まあこれはもう最速と言っていいだろうと。さあこれ一旦かわしてあるか、かわして真ん中行こうと思ったんだけど、出して出してで離れる、多い方に追わせるっていうのも面白そうだよね。 HP にしようかな。どこにいてもダメージ食らう構図、ラーケンオブ的な側面があるよね。どっちかって言ったらあれなんだっけな、もう片方のスキルっぽいけど、まあでも何かしらやけど、やけどはついて、あ、ついてるね。速度低下もついてるか。まあいや、つけよう。わあ、全体マルチか、クロマティックマルチか。全体にしようかな。いやでも12と48は全然違うよね。いやでもこ、いやこっちにしよう。でこの辺消して、じゃ全体はちょっとでも、
これ最高火力、何個へ出てんだろうね。10個くらいあるのかな。マイナス特殊効果ごとに 5% 追加ダメージなんで、10個なら 50% だよね。10個もないかな、どうだろう。まあ、この逆のやつがスタート 50% で始まるんで、その正反対と捉えると 50% っぽいですけどね。さあ戦場構築しよう。まずは戦場ぐるぐる回ると、周り回るんじゃなくて間入るような感じで、これどう、だいぶ出したんじゃない。画面が気持ち悪いですけどね。まあ一箇所に集中させるよりこっちの方がいいんじゃないかなと。まあこれも動くんでね、ここでもう止まってても死ぬくらいの。ちょっとダメージ伸びてないんじゃないかな。 HP めっちゃ伸ばしてね、 HP をダメージに振っても面白いと思うけど、でも200あるかないかか。いやめっちゃ強くない強そうだぞと。何が出てるんだろうね。ちょっとカオスボムがね、この中じゃもう構造的に伸びないんですけど、発射カオスみたいなところがうまくいってる感じかな。それでも発射カオスなんてないか。混沌だけで持ってあげれたらよかったけど。あ、それゴーレムもいたね。今更経験値か。適度に食らいたいな。あ、いよいよだいぶ戦場は構築できているぞと。この辺ちょっとゆっくり歩いて、今この辺をよ、この辺を集中的に。真ん中通りたいな一回。歩きたい、痛い痛い痛い。でも速度低下起きてるんで、あれ無理か、消えないな。クロマティックマルチ 60%。 一旦真ん中通りましょう。思ったけど炎で熱いね。ここ OK。痛いけどこれくらいならちょうどよく強くなっちゃう。そして終わりと。もうどれかどれか分かんないけど、こいつか。終わりと。いや漂ってるねさあ今回完全に混沌だけでいきましたね。いつもはマジックミサイルとかっておりますけど、さあどうかな。多分カオスボムが、あーそうだよね、あ、カオスボルトもダメなんだね。やっぱこの辺か。クロマティックとか、シーキンカオスとか、もう軸にした。これが出てきて。で、外すかどうか悩んでたカオスボムと、まあ、発射っていう理由だけで入ってきたカオスボルトがちょっと伸び悩むと。